世界中にある多種多様なカレー料理、その中でも日本人にとって日本のカレーライスはスパイスやハーブの扱いに慣れ親しんでいないにもかかわらず、日本の国民食として特別な感情と思い出がよみがえる不思議な存在。カレー料理のオリジナルはインドです。諸説ありますが、現在のカレー料理は18世紀、当時インドを植民地にしていたイギリスが現地の料理を本国に紹介したことが始まりと言われています。同じ味が二度と作れないスパイスの組み合わせによるインド現地の料理を簡単かつ均一のクオリティにするために生み出されたのがイギリスで発明されたカレー粉誕生のきっかけだそうです。現在の日本人が大抵の料理を醤油で味付けするのと同じように、当時のインド人は身の回りの食材にさまざまな香辛料を使って作る日常的な料理が時を経てカレーと呼ばれるようになりました。知人のタイ人曰く、グリーンカレーも外国人の僕らがタイのスープ料理をカレーと呼んでいるだけで、今回紹介している甘い緑色の汁物を意味するゲンキャオワンもグリーンカレーとして世界中で認知され親しまれています。カレー粉をはじめさまざまな調合スパイス、調合ハーブの存在は僕にとっていつだってさまざまな国の食文化に強い好奇心を抱かせてくれる存在です。皆さんご機嫌いかがですか？いちです。それではグリーンカレー後編動画は前編動画で作ったペーストを使ってソースを仕上げるところからスタートします。1人前 70g 計算で使用するペーストは今回2人前仕上げるので、たくさんできたペーストから 140g を準備しました。ペーストは鍋に入れて中火で炒めます。ペースト自体にグレープシードオイルを練り合わせているので鍋に油は入れません。炒めることでペースト内の余分な水分が飛び、またハーブの香りを引き立てやすくします。じっくり炒めるというよりも全体が熱くなったら OK です。そしたら鍋にココナッツミルクを加えます。ペースト 70g に対してココナッツミルクは 100g、 2人前のペーストを鍋に入れているので 200g のココナッツミルクを加えました。ココナッツミルクは液体が濃い部分と薄い部分に分かれている状態なので、使用する前はよく混ぜてから使用します。ペーストとしっかり合わせて一度沸騰させます。前編でもお話ししましたが、ペースト自体に味はつけていません。最終的にソースの口当たりを良くするために裏ごした後に味付けをするからです。もちろん裏ごさないで味付けをしてもいいのですが、個人的な好みでソースは裏ごしてから味付けをします。ゴムベラなどでしっかりペーストを押し付けてソースを絞り取ります。ちなみに裏ごした後に残ったペーストは野菜炒めの中に入れても美味しいですよ。それでは裏ごしたグリーンカレーのソースを別の鍋に移して味付けをします。味付けにはうまみが凝縮されたタイ料理に欠かせない発酵調味料のナンプラーを入れます。少量加えるだけでソースにうまみとコクを加えることができます。塩はほんの少量です。今回は 2g ほど入れましたが、ソースの味を見ながら塩の量は微調整します。最後にライム果汁を加えます。ペースト作りで使用したライムの皮をすりおろした後のライム果汁です。全ての調味料を加えたらソースを一度沸かしますが、フレッシュなハーブをたくさん使って作られたグリーンカレーソースは何度も再沸騰させてしまうと綺麗で鮮やかな緑色が損なわれるので、食べる直前に温め直すのがベストです。ソースができたので下準備した野菜と鶏胸肉の仕上げに取り掛かります。中火で熱したフライパンに油を約大さじ2杯入れました。ナスには下処理を施しているので加熱調理は少量の油で調理することができます。下処理をしていないとナスはスポンジのように油をたくさん吸ってしまいます。ナスをフライパンに並べて片面に軽く塩をします。フライパンに蓋をして中火を保った状態で片面約5分間焼きます。蓋をして片面を焼いている間、時々フライパンを揺すって全体に均一な焼き色がつきやすいようにします。綺麗な焼き色がつき始めたら裏返します。再び油を少量回しかけ、塩も少しかけたら反対の面も蓋をしてから5分間蒸し焼きにします。火通りを確認するときは軽く指で押して抵抗がない柔らかさになったら、しっかり火が入っている証拠なのでナスをフライパンから引き上げます。続いて細長くカットした赤パプリカの火入れです。中火に熱したフライパンに油を少量入れてからパプリカを入れます。塩もほんの一つまみ程度入れました。素早くまた綺麗な彩りを残しながら柔らかく火を入れたいので、ナスと同様に蓋をして蒸し焼きにします。生でも食べられる食材なので、強火でさっと炒めて食感を残してもいいと思います。僕は柔らかい食感が好きなので、蒸し焼きで加熱調理しました。これでナスとパプリカの加熱調理は完了です。湯煎で保温していた鶏胸肉をカットします。鶏胸肉はソミュール液につけてからラップを使って筒状に形を整えた後、63度の湯煎の中で1時間の低温調理で加熱調理したものです。グリーンカレーの基本レシピでは、ソースの中で食材を煮込み、全ての食材を加熱調理する方法が一般的だと思いますが、僕はハーブの香りとココナッツミルクの味わいが鮮明に残る味わいのソースが好きなので、食材を別々で加熱調理して最後に一緒に盛り付ける方法で調理を進めています。程よい厚みにスライスした鶏胸肉は非常に柔らかく、全体にしっかり味がついているのが今回の調理法の特徴です。また冷たい状態でも美味しく召し上がれるので、その際はより薄くスライスして鶏胸肉単体で食べてもとっても美味しいですよ。それぞれの食材は丁寧に一つずつ加熱調理して美味しさを引き出した調理法です。調理した食材を先ほど作ったソースの中に入れて、しっかり温め直してから盛り付けてもいいと思います。ただ僕は強いハーブの香りとココナッツミルクのコクがしっかり味わえるソースが主体となったグリーンカレーを美味しく調理した食材と一緒に味わいたいので、盛り付けるときはソースの中では温めず、一つ一つの味わいが引き立つように盛り付けています。最後にライム果汁を少し絡めたたっぷりのパクチーとタイバジルもほんの少し飾り付けたら完成です。一緒に添えるご飯は、今回は日本米を準備しましたが、パラパラとしたバスマティ米なども相性が抜群です。いや、僕このレシピで作るグリーンカレーほんと大好きなんですよね。まずはこのグリーンカレーのソースを堪能したいですね。このソースのうまみの要素といったら、ソースを仕上げる時に入れたほんの少しのナンプラーだけなんですけど、それぞれ個性の強いハーブの香りが絶妙にバランスよく調和を保ち、ペーストの中に入れたココナッツミルクの甘みとコクがハーブの強い個性を和らげて、心地よい風味を引き出しています。また最後に加えたライム果汁の酸味がグリーンカレーの味わいを飽きさせず、全体を支える味わいの芯になっているのがこのグリーンカレーのレシピの特徴です。もうこのソース食べていると、せっかく美味しく調理した鶏胸肉やナス、パプリカを食べるの忘れちゃいそうですよね。でもしっかりこのソースと絡めて食べると本当に美味しくて、もちろんソースは忘れずにご飯にかけて食べると最高ですね。それと本来はスープ料理なので、もうソースはドバドバお皿に注いで食べるのがやっぱ理想的ですね。ちょっと行儀悪いですが、最後はお皿のソースの中にご飯を直接入れてかき混ぜながら食べるのがたまんないです。ほんと美味しいです。ごちそうさま。タイのスープ料理、ゲンキャオワンがオリジナルのグリーンカレー、僕の好きなレシピで紹介した前編後編動画を見ていただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。